グランツーリスモ7は2024年7月25日にバージョン 1.49 になりました。そのアップデートでは新しい挙動が導入されたのですが、特定のセッティングをすることでこのように意図しない挙動になるという現象が相次いで報告されております。明けて今日26日の午前にグランツーリスモ基地の不具合という記事が発表されました。これについては意図しない挙動であるということが書かれてましたね。すぐ修正が来るとは思うんですけど、今のところ極端な設定をするとこういう現象が見られるということ です、ね、普通に遊んでる分にはほぼ問題ないって感じなんですけど、だいぶ極端な設定これしてます、はい、普通に遊んでる分には遭遇しないバグだとは思いますね、はい、例えばオンラインタイムトライアルとかもう本当普通にレースをするような設定だと出ないって、はい、このような映像ばかり流れてきて面白くないよという方もいらっしゃると思うんです、はい、そういう方は私たちの解説動画なども見てもらってですね、一緒にオンラインタイムトライアルに取り組んでいくという遊び方もちゃんとできはします、はい、しかしこれね、世論の流れは今これをすごい盛り上がってますね、見たいということなので、うん、ここからはちょっとこんなに飛びますよっていう映像をやりまして、一緒に見てみましてですね、はい、実演しまして、その後そのセッティングの仕方も見てもらいましょう。はい、これことでも跳ねてあれですよ実際に動かしながらと思ったんですけど、検証したらやばいのが出ましたよ。あの不意に出る、ね、そうなんです。結構スマブラみたいな感じです ですね。これトーンほらやばいほらほらほらあやばい、 500% ぐらいダメージ蓄積してたんじゃないかなっていう感じのが出ました、ね、さあこれでちゃんと飛ぶかなって不安になってね、一回録画回してないとこでやってみたんです、はい、そしたら出たということでした。不意に出るし出ない時もあるんですね。まあ大体跳ねるんですけど、あんなに毎回ぶっ飛ぶかどうかはちょっとわかんないんですけど、はい、何千キロっていう出てる動画を見たことがあるかもしれませんけど、あれは運ですね。セッティングをいいようにして粘ってたら出るかなと思われます。さあ来ました。もうこんな感じです。最初からあれなんですけど飛んでるんですけど、後ろから見るとこんな感じですね。昨日はね VR の動画も出してたんですけど、はい、あれはねあれより昨日より跳ねてます。サンババスかなり跳ねるみたいなですね。こんなですって。さっきと同じセッティングです。これでね、例えば車が置き直しされた時とか、こう、サイドブレーキ踏んでからの、溜めてからの、これでよく飛ぶ傾向がありますね。私たちは何を解説してるのかっていう気分になります。はい、まあこの動画ばっかり流れてきて面白くないよっていう方もね、もうそのうち飽きます。だから発信者の方がね、でハンドルを切ってからサイドブレーキ離す、これもやっぱいいっぽいですね。取れましたね、うん、結構取れました取れましたね、はい、ですからね心配しなくても、私たちもこの検証で正直飽き取るぐらいですから、これグランツーリスモがこれしかなくなるってことはないと思われます。もう今だけですね、はい、救急車だって割とすぐ飽きられちゃいましたからね。そうですね夏休みにはまあいいんじゃないですかね。はい、ね、あのなんていうかね、お子さんにはいいおもちゃです確かに、はい、いいおもちゃになっておりますが、はい、真剣勝負もちゃんとできますから。オンラインタイムトライアルはハンコンとハンドルコントローラーと、お、すごい結構飛んだ、お景色が見えましたね。ハンドルコントローラーとね、純正コントローラーの違いはあれど、できるだけ近い条件でね、真剣勝負楽しめる場ありますし、デイリーレースも多分バグなしで遊べる状況だと思います。あとはいつ治るかなんです、問題がね。これもほら数千キロは出ませんが数百キロは出ます ね。景色はこんな感じです。もうなかなか見回すのは難しいですけど、ほらすごいです、これでいいですよ。だいぶ面白いことになってると思います、うん、どうしますか、こんなところでしょうかね、今どこ行ってたんでしょうね。アクセルすら踏んでないです
いつ治るかわかんないし、治すのこれどうなんでしょうね。結構大変なんじゃないですかね。考えられるのはね、変わったりしたら超大変です、ね、このおかしな部分だけ治すっていうことが可能なのかっていうことです。わかんないですけど、一部をいじったら全て変わったりするのではないか、ね、考えられるのはそういうのが難しそうですから、どうするか分かりませんけど、前の挙動に戻るなんてのももしかしたらあるかもしれませんね。大会とかもいっぱい控えてます。どうなるんでしょうかって感じですね。大会の最中に挙動が変わってはダメだと思うんですよね。あの、例えばタイムアタック大会です。今から行われるのはホンダの、ホンダもありますし、たら公平性が損なわれてしまいますので、途中で変わったら ねこれまた飛んだぞ、でまあこればっかりやっても仕方ないで、はい、お、しかし飛んだ、あ、すごいね、すごいねそれ どうしたら数千キロ出るのかは分かりませんが、数万キロとか、ね、はい、出してる方もいました、はい、とりあえずこんな感じです。セッティングの方に行きますかね、はい、では次はまず順を追ってみましょうか、はい、フルチューンした後、エンジンスワップも含めてフルチューンした後、これがバラストを乗せただけの状況ですね、はい、これだけでも飛びます。リアに200キロ積むだけで飛びます、うん、これでしたかね。スケープスムービーのループ強のとこがあるんです。落ちかけるぐらい結構飛びます、暴れました、これでもね、これでも、うん、これがこれですけど、ループ強から落ちかけました、はい、うん、X の投稿を参考にしたものです。割と普通ですが、アンチロールバーがこう左右の傾きですかね、どちらかというと、こう傾いてくださいよと、リアの車高を下げるのが特徴的でしょうかね、うん、で、その方の投稿によるとレーシングハードでした、うん、これで硬くなってね、ぴょんこぴょんこ、はなんつうかね、高反発っていうことを目指したのかもしれません、うん、はい、あとこれとこの2つは同じだと思うんですけど、これが私があれですね、よりとにかくね、柔らかくしてもう車を動かしまくる感じですね。あとね、リアを車高を下げてバラストをリアにも積むっていうのは、多分加速力が許容を超えた時に起こるバグなんじゃないですかね。皆さんこうやるんです。まず絶対条件がリアにバラストです、うん、でこれが跳ねるよって発表されてる方の話によると、リアの車高を下げて前を上げるんです。ここまでが共通しております。で車をグネグネ動かして加速するようにするっていうことで、この辺を変えていくわけですね。ネガティブキャンバーと等角、うん、あとはここを全開にして、とにかくエンジンパワーを全部有効に使うぞっていうセッティングにしました。あとはですねこれあったこれだから加速させるためにですね、この最高加速重視セッティングにしたらいいんじゃないかと。これもバグってますよ。おかしくなってますね。これなかなかやるのも難しいし、どうやってやったかよくわかんないんですけど、これがいいかと思いきやですね、あんまりにもね、スピードが出なさすぎたのか、これと違うのはね、これをノーマルに戻したってだけです。ああ、これが違うのか。うん。こう、足回りは同じです。はいはい、ギア比がちょっと違うんです、ね、うん、この辺ギア比はね、ビビたるもんですね、うん、分かんないですねっていうのがやり方です、うん、とりあえずあんまり上げすぎてもダメ、低すぎてもダメ、うん、とりあえず今アイガーでバグらせてたのはこれですね。こっちのセッティングでやったみたいですね、うん、結構普通のクロス寄りぐらいでした、うん、セッティングはこんな感じです。結構スケープスムービーでも割とバズってて、これいいかもしれませんね。これがいいかと思います。全部やったんですね、ここの。そうなんですね。軽量化とかも、ボディ剛性アップ。ボディ剛性。これがどうなのかわかんないですね。ボディ剛性アップとホイールについてはですね、よくわかんないです、はい。結構取り返しつかないんで、うん、ちょっとわかりませんが。がボディ剛性も必須ではなかったです、うん、それはお伝えしております、うん、というのが今回のセッティングでございました。知りたい方もいらっしゃったと思うんでねこれまあ期間限定です。そうですね、うん、今のうちですよ。そうですね、治るとは思うんで、
跳ねてます、はい、よく見たらだからまあ期間限定ですからまあやりたい方は飽きるまでやってみたらいいと思います。多分2日やったら普通は飽きますね。結構飽きますね、はい、ということでね、はい、私たちはこう世の中の流れがこれである以上 ね、 そうですね、やっていかないとちょっと運営上ねまずかったんでやりましたけど、今なんかねタイムトライアルの解説しても、うん、もしかしたら見られない可能性あるんでね、こっちやりましたけど、私たちは中立です。あ、跳ねてた、跳ねてますね。中立ですし、どっちかっていうと真面目にグランツーリスモを遊ぶ寄りです、はい、ということでね、こうおかしな軽薄な動画ばかりが映えるのが嫌だよっていう方はですね、うん、これねちょっと頼みがありまして、チャンネル登録していただいたり、うちのチャンネルを主に見てください。真面目に普段やってますんで、そうすることで何がいいかっていうと、はい、軽薄な表現者たちが消えていくんです。そういう仕組みになっておりますので YouTube って実は、なので頼みます。だって嫌でしょ、千年ぶりにグランツーリスモつけてシュコダ VGT が操作難易度 SSQ って言ってみたりね、あれね、そんな実は難しくないんです、うん、言ってみたり、意味わかんない先行市場って言ってみたりですね、グランツーリスモ6で次来るグランツーリスモ7に追加される車先行市場です、意味わかんないですよ、うん、あとはですね、グランツーリスモ公式の記事を転載して3分だけ喋って広告だけ再生させるっていうのね、そんなの流行ってほしくないと思うんですよ。だったらね、うちを見ていただければとお手数ですが思いますので、ぜひとも今後ともよろしくお願いします。今後もタイムトライアルの解説も上げていく予定ですし、いろいろ解説動画も出しますので、ぜひ気になる方はそちら見てください。はい、こんな感じでもう最後もう見納め見納め見納めこれでね、実はですね、はい、レースをしたいんです。しかしこれ PP が継続不能びっくりマークになってますね。そうですね、三角マークに。そう、それだとレースが出れないんですよね。 ここの表示です。この表示だとレースに出れない、うん、しかしこれでレースをしたらどうですか皆様。多分ね、わーすげー派手だと跳ねてたら面白いんですけどね、喜んでもらえると思うんですよね。どうやったらあの状況が生み出せるのかがちょっと、はい、わからないですね。これでレースをするチャラい軽薄動画が出したいわけです。いや、気になるっていう。気になるし、うん。なんとかバラストを200キロは積めないけど、うん、なるべく積む方法なのか、ね、ビックリマークで出る方法があるのか。ここまで跳ねてるのは確か見たことないんですけど、なんとか。開始と、うん、同時にね、みんな跳ねてるのを見たような気がするんですよね。どうやってあの状況を生み出すのか、ちょっと疑問に思ってる。ですけど、なんか知ってる方いらっしゃったら、うん、よければ教えてください。はい、あのやり方をね、はい、知ってる方いらっしゃったら普通に気になってます。もしよろしければですね、はい、教えていただけますと助かります。という感じでバージョン 1.49 の情報をお届けしてまいりました。はい、皆様ここまで動画見ていただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。 See you next time.